英語の勘に動く、高橋遥と。バレンタインデーは、着々と近づいています。私はまだ彼女がいないから、今日ーっちという言葉を覚えました。皆さんは、これを聞いたことがありますか日本語直訳は、寒い足。 ですけど、意味は、自信の急に亡くなすです。よく結婚前に使います。ラブコメね、彼氏は結婚したくないと急に言います。しかし、我に帰る、そして結婚します。これがコールフィ e トです。 港アクアちゃんについて書きましたとき、私も内向的です。とも書きました。寒い足は内向的な人がよく感じます。友達と話したい。でも、邪魔をしたくない。後で、後で話そう。私も自分に言います。 公園が遊びたい。でも、たくさんの人々がいます。私が行くと聞けばあ、多少、多少に行きます。〇〇さんのためにプレゼントを買いました。でも、気に入れない。私は〇〇さんにプレゼントすべきではありません。 皆さんは少し親近感湧きます。この漢字が、uh, cold f e e t です。寒い足の語源は知らないよ。Uh, ごめんなさい。しかし、uh, この漢字はとっても親近感が湧くことを信じます。いくつかの場面で寒い足を止めるために 彼氏も彼女も熱い意志を踏みます。どう思いますか日本で同じく関与国がありますか